はい、メルセデス。新井さん、ZX 購入おめでとうございます。ありがとう。念願ですね。1年以上待ってました。念願やね。10年ぐらい待った。あ、10年も待ってたんですか。新井さんはこのランクでどういうところに行くんですか。夢のところ。やっと今回フルモデル展示車ということで、はい、今回はランクル300の全ての車種のお見積もりをいただきました、うんうん、そうやね、はい、この間契約した時に思ったよね。今日はその紹介を簡単にできたらなと思います。わかりました。まず行ってみましょう。はい、これはなんか小学生に聞かれてるんで、これはそんな新型ランドクルーザー GX 5人乗りガソリンです。ちゃんと棒読みで小学生みたいに読むの。こちら GX。 これ GX はガソリンしかないだっけ。そうなんですよ。5人乗りで5人乗り。これ一番人気ないな。あ、でも、うん、値段を見てください。そうやな、車両本体価格がオプション込みで550万、はい、4800円。もうリーズナブルだよね。これなので、なんか初めてのランクル、うん、じゃあランクルじゃない。でもランクル乗ってみたいな。乗りたいですね。なるほど。でオプションは一応おすすめオプションは入れてもらってる。そんな感じです。なるほど。もうけど安いよね。シンプルになんかランクル乗りたいなみたいな人はおすすめの GX という形になってる。そうですね。形が ZX と違うんやろ。これなんかまだ情報的にこれほんまにこれかっていうの分からへんけど、なんかちょっとグリルのとこがちゃうね。ちょっと短い。ちょっとまあ200っぽい。じゃあ200っぽい。200っぽい。まあ、カクカクしてるのはカクカクしてるけど、まあまあ200に近いっちゃ近い。次のグレードが、これは新型ランドクルーザー AX 7人乗りガソリン。これはこれもディーゼルなし。ほんなら GX と AX が5人乗りと7人乗りで違うっていう。そうです。7人ってなって、え、あ、それだけの違いや。多分見た目は一緒やろね。情報がちょっとまだ分からんけど。ただこの5人乗りと7人乗りの違いで、価格差が車両本体価格で40万円の差っていう感じ。これ20万円ワンシート20万で価値が。でもなんかすごいで、これオプションつけたら全然値段変わるで。メーカーオプション付属品価格入れたら646万1400円で、これ GX550万4800円だ。すごいやん、これ高かったな。100万円ちゃう。選べるオプションがいっぱいあるよ。でもなんかトップのやつとかも5個7個やから、そんな全然変わらんかトップのやつってドリンクホル、いやいや、それこれ入ってないのあるんじゃん。入れ忘れてるよ、これナビ。 GX ナビ入れられへん。Eコネクト SD ナビ、うん、すげえ前ですね。つかへんらしい。あ、これつかないんですか。メーカーオプションつけられへんって。どうにかしたらいけるんかな、わからんけど、まあ、その辺の具合でオプションに選べるやつが違うからこんだけ価格が出ます。で、AX と、これが一番下みたいなもんやな、実質知らんけど。で、次 VX で、これも7人乗りガソリンや。これ AX と一緒やん。うん、奥さん見てください。550万が AX 車両本体で、VX が車両本体で630万、80万、めっちゃ上がりましたね。お前な、これなんで上がったの。例えば内装のシートがファブリックから本革になるとか、タイヤ、ということはこれはラグ。この辺のオプションは AX と大体同じやつを入れてもらって、トータルが774万2080円。 AX との価格差が100万もない、90万もありますっていうこと。これが新型ランドクルーザーの下の3つの3つですね。では次、本命の、これ本命大本命、これ一番売れ筋ちゃうから、 ZX。 7人乗りガソリンとディーゼル比べていくわ。車両本体価格がガソリンが730万で、ディーゼルが760万。ディーゼルは5人乗りしかない、ガソリンは7人乗りでも30万。これディーゼル人気ないらしい。あ、なんでなんですか。5人乗りやから。ランドクルーザーって言えば日本向けに売り出してないから、海外向けやから、海外で5人で乗るっていうのがいい。あ、そうなんですね。大勢で、ディーゼル車に乗らんと、それは空気の観点から鏡みたいな。で、まあ、海外の車でディーゼルってそんななんか日本車みたいにうまいほどエコイのようにできへん。だからガソリンしかない。ディーゼル人気ない。ディーゼルはほとんど分かりません。で、ここでボディカラーがプレシャスホワイトパールっていうのが、シャインの最上級のパール。そうやね。でもよう考えたらこっちの社員じゃないけど、前にホワイトパールって書いてあるから同じやね。ホワイトパールクリスタル社員、プレシャスホワイトパールの方がちょっと下っぽいけど、こっちの方が偉らしい。プレシャスですか
まあ、ええか。で、内装は、本革。ファイヤーのインチ数じゃん。ジェットエグザ、20インチ。20インチ、でかいですね。他の車全部18インチやん。でかい。でかいね。ここポイントやな。なんか、オフロードっぽい。あ、そんなオフロード走らない。でも、そういう車なんですよね、ランクルって。そうやな。やっぱこう、登場した時にこう、威圧感がすごい出てる。で、ガソリンとディーゼルの価格差で言うと、トータルオプション込みで、これなんでこんな、あれなのディーゼルやと税金とか安くなるの？安いけど、まあそれは、それランニングでもあるよね。さあ、廃屋入れんのと。そうですね。あ、そうですね。軽油入れんのと、ベンチャーもね。で、トータルが、もろもろ込みで、ガソリンが880万。で、ZX は、もろもろディーゼル込みで、891万。10万ぐらいさ、まあ絶対ガソリンやと思う。次が GR スポーツです。トヨタが全面放射されてる。そう、グリルのところにトヨタって書いてあるんです、ね、だからまあ、要はあれよな、外人が日本語の T シャツ売ってるみたいな感じで、トヨタさんですね。これが新しいバージョンで一番高級やと、値段で言うと。で、ディーゼルとガソリンがあって、またディーゼルは5人乗りで、車両本体価格はなんと800万。で、メーカーオプションとかもろもろつけると、え、税金保険もうほんまに全部丸々込み込みで915万5180円。900万円台乗りました。乗ってるね。これディーゼルは5人乗りやもんね、はい。で、比べてガソリンが7人乗りで、車両本体価格は770万で30万安いけども、いろいろメーカーオプション込み込みで税金保険も入れると918万7380円。若干高なると、はい。面白いことにガソリンの方が車両本体価格安いのに、ディーゼルと比べて最後の総額がガソリンの方が32,200円、ちょっと高くなる。あれやな、メーカーオプションだけども10万ぐらい差ついてるな。そうなんですよね。これこれはなんでない。よく比べるとどちらもリアシートエンターテインメントシステムっていうのがついてるんですけど、あ、運転席と助手席の後ろのコックピットのところにモニターついてるやつね。ガソリンは普通にプラスアルファついてるけども、はい、ディーゼルの時はこれをつけるとムーンルーフがなしになる。自動的になくなっちゃうらしいです。だからムーンルーフあれでリアシートエンターテインメントシステムはディーゼルにはつけれない仕様になってるということですね。その分差額マイナス11万されてて、その分メーカーオプションの金額は安い。なるほどな。なるほどですよね、これ。へー、なんでつかへんのかが全く分からへん。なんでなんかなっていう感じだけど、まあつかない。つかない。これはもうつかないらしいです。GR スポーツは何がおすすめなの？GR スポーツとはトヨタが展開しているスポーツカーとかモータースポーツのブランドです。ガズーレーシング、ガズーレーシングの頭文字にガズーレーシング、ガズーレーシング、カズレーサー寄りやな。なんですけどカタカナで見たらカズレーザーの由来しています。ちょっとかっちょくなるよと、だからレーシングっぽくするよと、そういうことよね。でちょっとかっちょよくなるって申し上げたんですけど、GR になったらトヨタって聞くんです。ランドクルーザーの昔のやつのトヨタやったから、やっぱそういうとこも残しつつ、残しつつ、なんかあれやん、僕じゃん、なんかトヨタついてるのかっちょよくならへんみたいなこと。そんなこと言ってないです。愛知県の人見学ってみたから、これや世界のトヨタなんで、世界それを前面に出してる車はもうこの GR しかないっていう特別感がありますね、うん、そういう部分ではやっぱり乗りたい人も出てくるかもしれないね。そうですね。ちょっと商用車っぽい感じに見えて仕方がない。見積もりの方はこのどうですかね。7車種紹介させていただきました。さあ皆様どれを購入されたいんでしょうか。ぜひご検討してみてください。はい、では以上です。ありがとうございました。